おはようございます。今日は3月17日なんですけど、昨日すごい大地震、福島と宮城でマグニチュード5？あ、違う、震度 5？ 震度5の地震があったみたいで、しかもライブ配信したんですよね、その時。だから、そっちに住んでる方とかとも普通に喋ってたんで、なんか改めて地震って本当に怖いなっていうのを思うと、あとマジで無事で良かったなっていうのと、まあ、一応安否確認できたんで、いや無事で良かったなっていうのと、まあ、これいつね動画アップされるかっていうのは分かんないんですけど、まあ、そのアップされてる時何事もなかったと、みんな無事であると、余震も来なかったっていうのをマジで願ってます。はい、今日はちょっとニトリ行って芳香剤とこれね、これとあとボックスみたいなのも買ってこようかなと思います。1個あの辺に置きたいんですよね。あの辺に1個置きたいなと思ってるんで、ボックスを買ってきます。じゃあまず昨日食べたやつをこのままなんで下げると。もう3回ぐらい忘れてんだよ。はい、ここは。着替えるか。下短パンです、もちろん。あ、別に大したとこ行かないんで。おから入り卵鶏そぼろ丼、うまそう。これにしよっかな、今日。あ、これにしようかな。肉巻きおにぎりにしよっかな、今日。ロース薄切り、オリーブ醤油。これに決めた。肉巻きおにぎりにしよう、今日。オートミール、ロールドオーツか。ロールドオーツないんだよな。ロールドオーツ買ってこよう。酒いっぱいあるでしょ。高そうなお酒をいただきました。これね、飲み最中、梅酒。行ってきます。腐りきったバッドエンドに抗う
心地よい痛みずっしりと響いて濡れた服に舌打ちしながら晴れ上がった顔を見合って笑う土砂降りの夜にだいぶ繋げれるようになってきたけれども、明日の今頃にはあなたはどこにいるんだろう、誰を思ってるだろう、と夏の終わり将来の夢大きな希望を忘れない10年後の8月また出会えるの信じて最高の思い出を。よし、帰ろ、帰れん、違う、帰らない、歯磨き粉も買ってない。瞳を閉じればあなたがまぶたの裏にいることで、どれほど強くなれたでしょう。やばい、めっちゃいろいろ買っちゃった。よいしょ、あ、荷物はい、とりあえずこんな感じで、まあ、カバンの中にもいっぱい入ってるんですけど、はい、で今日実はですね、ああいうものも買ってきましたね。はい、でまあこれ何かって言いますと、体拭きタオルとか軍手とか、あと救急セットとか、まあ水ですね、あの長期保存水とか、そういったものを買ってきたんですけど、まあ、要は防災グッズですね。はい、自分なりに選んでいろいろ買ってきた防災グッズ、まあ、ネットとかでまだ調べてないですけど、まあ、ホームセンターとかで防災グッズセットみたいなリュックだとかね、そういうの売ってたんですよね。5000円とか1万円とかで売ってたんですけど、中身がいろいろいらないものがたくさん入ってるんで、いやこれいらないだろっていうやつ結構入ってたりとか、そう、あと自分で持ってるものとか、まあ、自分で単品で買った方が安くはないかもしれんけど、いいものっていうか、自分でちょっと単品で買ってみようと思って買いましたね。とりあえず、はい、あとでリュックに詰めたいと思いますんで、ちょっとね、食材とかいろいろ買ってきたんで紹介したいと思うんですけど、はい、豚肉、これなんか美味しそうだなと思って買ってきたんですけど、ごぼうおかかってやつね。これが、あ、ロールドタイプって書いてるんで間違いないですね。そうだ、ご飯系に合う米かか、米かに適したオートミール買ってきました。ロールドタイプって書いてるんで間違いないです。これだ、よかった、最初見た時見つけれなかったんだけど、ロールドってしっかり書いてある、これね。あと、まあ、これニトリで買ってきたやつなんですけど、とこれ煮卵ってやつ買ってきました。自分で作ってもよかった、あ、卵忘れた、買ってくんの、やったやった。まあ、あとおやつ買ってきて、あとトマトですね。トマト早速活用、よし。でこっちがね、もうなかったんで買ってきて、でこっちこれ半分しか入ってなかったんで、もう一個買ってきた、ストックを。低反発の座布団を、パソコンするじゃないですか、なんでちょっと腰痛くなるんで、あ、いいんじゃないですか、分からんけど、めちゃめちゃいいですね、これでケツも痛くならん。ちょっと不格好だけどねちょっと似合わないよね、ちょっと似合わないけど、まあ腰の負担には変えられないので、あれ、ちょんぎろ、ちょっと向こうだと狭すぎるんで、こっちからこっちで防災グッズをね、ちょっとね紹介していきたいと思います。持ってきます。
はい、じゃあざっとね紹介していきたいと思います。まあ、てか一回並べますやってきたやつを全部出します。はい、こんな感じ。まだまだ多分ね足りないもの、結構いっぱいあると思うんですけど、とりあえず集めてみました、いろいろと。でここにねいろいろマニュアルみたいなのも書いてあるので、いろんな防災グッズ、必要な防災グッズっていうの書いてあるんで、じゃあそういうの見て集めていこうかなと思いますね、足りない部分は。でこれね、入るかあれにこのカバンに入りますかね。入らないか、ボストンバッグの方がいいかな。とりあえずもうちょっとさ、まあ、とりあえずねバッグは他のまた後日買うとして、これアディダスなんでちょっとね紹介していきたいなと思います。はい、じゃあまずね代表的なものって言ったらこれですね、乾パン。この乾パンはいるでしょうと思うんですよ。はい、2027年1月賞味期限、結構最強ですね。今2022年ですから、あと5年持ちます。はい、5年間は大丈夫、5年後になったら食べます。5年経ったら食べます。で次ですね、これ何なんだろうと思って買ってきたんですけど、はい、こちら、まあ、2000円ぐらいだったかな、2000円ぐらいだったんですけど、賞味期限が5年ということで、はい、結構いろいろ入ってるんですよね。で最低でも3日分の食料があった方がいいっていう風に防災グッズとしては言われてるんですよね。それなぜかっていうと、物資が届くのが3日間かかるらしい。だから3日間はとりあえずしのげるようにしないといけないらしいです。なんで最低でも3日ということで、7食入りなんですねこれ。はい、7食入りで、この中の内容量としては肉じゃがですね、肉じゃがと豚汁、けんちん汁で、おかゆ入ってます。もう全部4食あのおかゆが4食入りで、あとは1食入りなのか、豚汁とか肉じゃがとかけんちん汁。はい、まああれですね、1日1食って計算したとしても3日持てますね。もう1日1食でも全然いけると思うんで、人間で、まあ1食ずつね、食べたとしたらもう最低7日は持つんで余裕ですね、余裕で。あの物資届きます、大丈夫です。でこれね、いいところっていうのがあれなんですよ、常温でも美味しい、温めずにそのまま食べれるっていうことで、何もせずに食べれちゃうやつなんですね。ちょっとこれ開けていきますか。じゃん、まあ、こんな感じですね、なってるんで、まあこのままねピリッと食べてもいいと思うし、まあ、さっきねここにあるはい、一応お皿の方も買ったし、でこの下敷きになっちゃってるんですけど、箸も買ったんで食べれます。はい、これ本当に4つ入ってて、豚汁うまそうだな、けんちん汁、ピザがめちゃめちゃうまそうですね。乾パンもありますし、言うてかなり持つと思うんですよね。ここら辺はちょっと面白いなと思って買ってきたんですけど、こういうやつですね、アルファ化米アルファ化米ってやつなんですけど、わかめご飯なんですけど、水またはお湯を注ぐだけの簡単調理でできます。まあお湯だと15分で、水だと60分で完成するということで、なんと水だけでもお湯を沸かさなくてもお米が炊けてしまうという、はい、不思議なお米です。マジック米みたいな感じで言われてるのかな。じゃあまた、じゃあそれのカレーご飯バージョンなんですけど、まあこの2つはちょっと備蓄用に残していくとして、こっちはちょっと作ってみようかなと思ってるんですよ。実際に今日水で本当にできるのかっていうところをちょっと試したいなと思ってます。まあ、次水ですね、水、まあ、車の中にこれの段ボールケースに入ってる24ホイールのやつがさらに入ってるんですけど、リュックに入れとくよ、もし車が潰れて、それもしくはパクられて亡くなった時のためにやっぱリュックの中に入れとかないとなということなの でただの水じゃないんですよね多分ね。この水はクリスタルカイザーとかはちょっと飲んじゃうんですけど、この水はどんぐらい持つんですかね、賞味期限書いてるのかな。23年12月30だから1年しか持たないんですよね。それに加えてこっちはもう長期保存用の水なんですよ。何が違うのか全然わかんないけど、保存液みたいなのが入ってるのかな。長期保存水、保存期間5年なんですよ。やばくないですか。乾パンと一緒なんですよ。だから2本買ってきたんで、1日節制して、まあ、1リットルと4日分持ちますよ。2リットルあればちょっとした歯磨きもできます。はい、なんかアルミのやつも買ったんですけど、アルミだともしかしたら火通しても
使えるんじゃないかなと思って、お湯沸かせるんじゃないかなって思ったんですよね。だからアルミのお皿も買ったんですよ、一応。で、まあ燃やすものがないとダメなんで、これこんなの買ってきましたね。じゃん、チョコットストーブっていうやつが100均に売ってたんですよね、これ。で、固形燃料多分入ってないんですよね、これ。だから固形燃料を買わなきゃいけない。多分固形燃料入ってるかどうかチェック。はい、入ってない。入ってませんね。ちょっと試したかったんだけどな。ちょっと試してやりたかったんだけどな。まあ、こんな感じですね。で、ここに固形燃料を置いて、火つけて、なんか、やるんです。お湯作ったりとかするんです。ライターとかどうするんだろうね。ライターとかも入れといた方がいいのかな？チャッカマン。チャッカマン入れるの怖いよな、でも、ルックに。って思うんですけど。どう思います？皆さん。火を起こすやつは、入れとかない方がいいですよね。なんで、今度試してみようかな、これで。お湯を本当に沸かせるかどうか。鍋とか置いてみて。多分いけると思うんだよ。鍋置いてみようか、一回。ちょっと鍋置きますね。あ、全然いけるじゃん。強度がすごい。これ全然置けるよ。すごいすごいすごい。ちょ、ギリ危ないかなと思ったんですけど。いける。すごい。これはいい買い物したぞ。食材関係はこんな感じですね。少ないようで、まあ、意外と3日分以上。まあ、1週間ぐらい持つと思うんだよな。節制すれば。1週間ぐらい持つと思います。はい、はい、じゃあ次、光物っていうかライト系を紹介したいんですけど、はい、まあ、車中泊で使ったやつなんですね、これは。なんですけど、まあ、真っ暗の中でやるとめちゃめちゃ明るいんですよ。やってみましょう。こんな感じですね。で、災害時とかも、まあ、どっかに例えば木とかあったりとかしたらこうやって吊るしたりとかできるんで、なんかの取っかかりがあれば、まあ、うん、吊るせる、どこでも。まあ意外とね、いろんなとこ吊るせるところたくさんあると思うんだよね。意外としかも明るいでしょ。これがないと、こんな感じ。はい。いや、これがあるだけでだいぶ違います。で、プラスアルファ、まあ、これ、懐中電灯も買ってちょっと暗いな。まあ、懐中電灯も買ってきたんですけど、ちょっと何この材質。これもこういう感じで、まあ、吊るせる仕様みたいなんですけど、いや、これはさすがにどうやって吊るすのって思うけどね。これさっきみたいにハンガーみたいな感じになってるからまだ吊るせれるけど、さすがにこれは吊るせないんでしょ。これこの輪っかだけじゃ吊るせないんでしょって思っちゃったけど、ランタンにもなるライト、ちょっと電池入れてみよう。炭酸電池3本。どこに入れんの？かけよう。どこに入れるのか。電池ケースを引き出すの？でもさ、ここバネがないんですよ。普通、こうやってバネがついて、はい。で、絶対取れるもんでもないんですよね、これ。取れるもんでもないんで、はい。つくようになってるんですけど、なんとここにバネがない不良品を引いてしまいました、僕。はい。まあ一応やってみたんですけど、まあ絶対つくわけないなって。不良品じゃないかどうか、ちゃんとできるかどうかっていうのをちゃんときちんとチェックした方がいいですね、これ。で、しかもね、これちょっとね、めんどい。なんか、いろいろ。めんどくさい。なんで、これおすすめしないですね。マジで。このランタンになる LED ライト。もう不良品だったし、そもそもが。僕、懐中電灯持ってるんで、はい、まあ、これをあんま明るくないんだけどこれを代用としてまた違うやつ買ってくるわ。ラジオですね、ラジオ。まあ携帯あるからいいかなって思うじゃないですか。だけど携帯って充電すぐなくなるしっていう意味も込めて、ちょっとラジオ、携帯用ラジオみたいなのを買ってきました。情報って大事じゃないですか。で、これは単3だったはず。あ、単4か。あ、できたできた。大丈夫です。行きます。すごいね。著作権に引っかかりそうなんで、そろそろやりますけど。まあ、ラジオもね、必要なんで、つきました。ちょっと電気つけますが。まあ、これは非常に残念でしたけど。はい。
まあ、こういうこともあるんで、一回点検っていうか、新品のまま置いておかずに、不良品じゃないかどうかっていうのをチェックした方がいいですね。こういうことあるんで、たまに。はい。で、まあ、これハサミですね。100均で買ってきました。ハサミとカッターですね。はい。まあ、何かに使えるだろうということで。電池はね、まあ、ストック。はい。次、清潔系なんですけど、ちょっとね、歯ブラシ、歯磨き粉セットを買ってくるの忘れちゃったんで、ちょっと家にあった歯磨き、歯ブラシを代用させてもらってるんですけど、ちょっとそれを買い直しますね。歯ブラシと、体拭きボディタオルですね。はい。やっぱお風呂入れないんで、1日に1回、2日に1回ぐらいは、ちょっと体拭きたいですじゃないですか。ということで、体拭きボディタオルを買ってきました。これも絶対必須だと思うんですけど、アルコールウェットティッシュですね。これも買ってきました。これは100均かな ?100 均で買ってきましたね。これ、すごいです。これは、水のいらないシャンプー。じゃん。水のいらないシャンプー。髪の不快をすっきり。忙しい朝、スポーツの後、風で入浴できない日、徹夜明けに、みたいな感じで、生活の中にも取り入れれるという、水のいらないシャンプーも買ってきました。まあ、清潔面といったらこれですね。緊急セット。まあ、怪我した時って、本当に、やばいじゃないですか。で、まあ、やっぱ消毒液が入ってて、ちょっと開けた方がいいですね。こういう感じの、緊急セットみたいなのが入ってます。絆創膏に、ウェットナップ。衛生ウェットナップだって。何ウェットナップって。色がつかない消毒液。で、包帯かな。ガーゼ。テープないのかな。コットン。テープ入ってないぞ、これ。ガーゼを止めるテープとか欲しいですよね。まあ、ガムテープあるからいっか。最悪。まあ、これがあるからいっか。まあ、こんな感じですね。まあ、最低限。切り傷とかですね。怪我した時は、まあ、処置できるというやつですね。衛生面は、まあ、こんな感じで。で、これね、ブルーシート。はい。ブルーシートって、何気に、何でも使えると思うんですよね。はい。雨降ってきた時とか、カッパ、もしなかったらカッパの代わりにこう巻けるし、まあ、テントみたいな感じにもできるし、まあ、床に敷くこともできるし、結構本当に使えるんじゃないかなと思うんで、買ってきました。はい。置いとこうと思って。ブルーシート結構使えるんですかね。ブルーシートでなんかいろいろやるための、まあ、ロープですね。朝のロープを買ってきました。太いやつと、まあ、細いやつですね。はい。で、まあ、僕結構サバイバルとか見るの好きなんですよね、YouTube とかで。まあ、メタルマッチとか使って、火を起こすんですけど、火を起こすときに、この朝をこう、糸をほっつらせて、そしたら燃えやすいんですよ。はい。だから最悪ね、細いのにも使えるし。めっちゃいいんですよ。めっちゃ便利なんですよ。浅いとめっちゃ便利なんですよ。しかも頑丈だしね。めっちゃ便利なんですよ。ほんとに。で、まあ、怪我しないようにっていう感じで、もう地震とかなんかそういうのになったら、もういろいろあちこちめちゃくちゃになってる可能性とかあるんで、なんかいろんなとこ触ったりとか来たらやっぱ切っちゃったりとか、はい、瓦礫をこう、避ける作業とかも あると思うんですよ。なんで、まあ、そういうの想定して、まあ、怪我しないようにですね、やりやすいように、作業がやりやすいようにっていう。軍手、はい、軍手は結構オールマイティーなんでも使える。で、まあ、布テープですね、はい、ガムテープより強力な布テープも買ってきました。これさっきも言ったじゃないですか、絆創膏代わりになったりとか最悪できるんでいいですね、まあ、この辺は鉄板かなと思って買ってきましたね。で、あと、まあ、スマホ、まあ、さっきスマホの充電がなくなったらっていう風に言ってたんですけど、一応買ってきましたね、モバイルバッテリー。これはい、買ってきました。3000円ぐらいしたんですけど、3台同時充電可能で、まあ、3台同時に充電なんてしないんですけど、3回分スマホ充電できるんですよね。3回分です。だから節制すれば、スマホを節制すれば、充電を節制すれば、1週間持つっすね。多分。1週間持つんですよね。毎回毎回見なきゃ。はい。1週間持つんですよ。だから、もう1週間以上持つね。下手したら。10日ぐらい持つと思うんで、これで。で、まあ、あれですね。iPhone を充電するための USB ケーブルですね。はい。これは、ぜひ、絶対持っといた方がいいなと思って、はい、やりました。充電、一回しといて、そのまま入れといたら、放電とかないかな、大丈夫かなって感じですよね。毎日充電しとくってこと、これ。常備充電しといて、いずれも持っていけるようにしないとっていうことなんだろうか、きっと。っていう感じかな。とりあえず以上ですね、僕が買ってきたやつは。はい。とりあえずこれをね、バッグに詰めたいと思います。うまく、なんとか。
はい、入った。入りました。これでバッチリです。でかっ。全部入ったわ。すごい。あとこれどこに置いとくかだよな。この防災グッズのね、マニュアルというか、なんかそういうのには、まあ、やっぱブルーシートって書いてますね。雨よけとか敷物にも使えるしっていうのと、まあ、雨がっぱは必要ですよっていう。絶対雨降るし、雨ってすごい体温奪われるんで、でもちろん明かりとかね、まあ、そういうのでも精神的な安心っていうのがね、測れるんでね、明かりは。まあ、ヘッドライトとか持ってすると夜道とか歩けるし、はい、夜道とか歩かなきゃいけない場合もあるかもしれないんでね、はい、そういった時のために必要かもしれないですね、はい、両手が塞がらないので。でラジオですね。ラジオも絶対必須だし、まあそれ全部僕が買ったやつだけどね、まあ、こういうやつがあるんですよ。こういう防災グッズリュックセットみたいなのがあって、はい、まあ軍手とかね、そういうの一式みたいなの全部入ってたりとかするんで、もし分かんなかったりめんどくさいなと思ったらこれ買っちゃえばいいと思うんですよね。はい、最悪。まあ、僕はね、ちょっと個人でちょっと集めたいなって思って買ったんですけど、リュックとあとヘルメットか、メット、トイレかな、簡易式トイレ、トイレっていうのも必要だし。トイレの袋、それも必要だし、凝固剤みたいなのが入ってるみたいなんで、おむつ袋の中に、プラスアルファで。だからもうゴミとして捨てれるっていう形ですね。で、女性には、女性とかだとちょっと恥ずかしいじゃないですか。なんで、フード付きの、顔も隠せるタイプの、トイレするときにとか、隠せる。こういう感じ。ほら、こういう感じで、隠せる。もう人気のいないところに一点さらにこういう風にやればもう全然恥ずかしくないじゃないですか。だからこういうのもね、トイレ買わなかったんですね僕。もう僕男なんで全然外でできる しなって思ってだけど、まあ、できれば買った方がいいですね。だから買いますね。すいませんね、買いますね。まあ後回しだなと思ってとりあえずね、うん、あとはやっぱ毛布とかも入れたいですね僕は。うん、寒いんで、寒いの大嫌いなんで、やっぱ毛布とか欲しいなっていうところですね。快適にっていうわけじゃないですけど、あ、だからこういうのがあるんだ。非常用保温アルミシートみたいなのがあるみたいですね。こういう、はい、アルミシートみたいなのがあるみたいなんですよね。で、エアソファーとかエアベッド、ああ安い。しかもエアベッド2280円。これなんか友達泊まりに来た時とかも使えるかなっていうのでいいかもしれないです。あ、で非常用のトイレとかもあるわ。隠すやつ。だから女性はこういうのとかも用意したらいいんじゃないですか。まあでもよっぽど大丈夫、いや備えておいた方がいいと思う俺は。よっぽど大丈夫って考えが良くない。トイレって混雑するしね。しかもね、多分災害の時とかは特に。で、あとね、できれば発電機とかも欲しかったですね。ただ発電機ってめちゃめちゃ高いんですよ。8万とか10万近いんですよね。だからちょっと無理だなと思って、はい、今回は諦めたぐらいじゃないですか。最低限のものを持っとけばいいかなって思ったんで、とりあえず3日間しのげるようにっていうのを目標に作ったんですよね俺は。はい、3日で物資が届くみたいなんで、さっきも言ったと思うんですけど、はい、なんで3日間しのげれば OK かなっていう感じでやったんで、今僕が足りないって思ったのはやっぱトイレか、まあ、トイレと、まあ、あと火つけるやつかな。火つける、火つけ、火つけるね、燃料かな、燃料と、できればメタルマッチも欲しいかなって思ったっすね。メタルマッチも欲しいなっていうのと、まあ、ちょっとコーヒー入れといてコーヒー飲んだりとかっていう、もう、まあ、気分転換にもなるじゃないですか多分ね。はい、っていうのでメタルマッチ欲しいなってところですね。なんかライターとか入れとくのちょっと怖いじゃないですか。爆発したりとかするの、火ついたりとかするの怖いからっていう感じですかね。で、ちょっとこれいいなって思ったんですけど、水のいらないシャンプーちょっと使ってみていいですか今。あ、こんな感じで、アルコールの匂いする、すげえ。でもされてんのかな、なんかめっちゃ消毒液のなんかアルコールの匂いがする、すごい。あー、でも結構さっぱりはするかも。頭皮に使いすぎ、頭皮にやれば。なんか最初からさっぱりしてたから全然洗えてない時にもう一回ちょっと使ってみようかな。でもいい匂い
ではない臭くはならないっていうか、その汗の匂いとかそういうのを流せるっていうか浄化できるのかな、多分分からんけど。髪の深いはスッキリって書いてあるからね。一番めっちゃ楽しみにしてたのがこれです。アルファか米アルファか米、あ、普通だったらお湯でやったら15分でできちゃうんですが、じゃあ今日は水で作りましょうかね。本当に水でできスプーンも入ってるんですよね。取り出して、あ、これで食べるってことね。で粉末粉を入れて、あ、ご飯と雑炊選べますね。しかもこれ見えます、見えるかな、ここの線、そのラインがちょっと水多く入れると雑炊にできて、ちょっと少なめに入れると普通のご飯にできるよっていう、まあ、そういう説明が書いてます。ちょっと見にくいから説明したんですが、はい、これめちゃめちゃ楽しみです。ちょっと水入れます。よくかき混ぜて、できました。これ60分かかるんでお風呂入ってきますね。いきます。ふぅ、入ってきました。じゃあちょっと筋トレもしたことですし、まだ懸垂しかやってないけど、うわ、もう出来上がってんじゃん完全に。こんな感じですね。匂いはもうめっちゃ美味しそうな匂いですね。カレーご飯って感じ。ちょっといただきます。あのね、全然普通に美味しいですね。美味しいし、普段オートミールばっか食べてるから白米っぽい感じ、もうお米食べてるなっていう感じがするし、まあ、カレーの風味もあるし、全然食べれる、全然美味しいんですけどね俺は。じゃあ皆さんがどう思うかっていうことなんで、僕は美味しいと思うけど、まあ、辛口で言うとまあまあパサパサしてるっていう、まだ硬いご飯とかが混ざってるから、パキパキいうご飯が混ざってるって感じですかね。全体の 0.5 割ぐらいパリパリしたやつが混ざってるって感じですね。具は全然感じない。もしかしてこのパリパリ言ってんのが具なのかもしれない。もしかしたら非常食としてはパーフェクトですね。もうだって水で作れるし簡単だし、で味もね美味しいし、限りなくご飯に近いっていうか。食べました。完食でございます。ごちそうさまでした。前髪長いでしょ、髪切りに行けてない、ずっと、はあ、ごちそうさまでした。美味しかったはい、っていう感じですね。今日は防災グッズのリュックを自分で作ってみたという動画だったんですが、いかがだったでしょうか。まあ、結構皆さんね、あの作られてるっていうか、もう防災グッズ持ってらっしゃる方多いかなと思うんですが、まあ、僕実際持ってなかったんで、まあ、持ってない人もいるんじゃないかなと。でどんな防災グッズというか、どういうものを揃えているかっていうのは多分パッと出てこないと思うんですけど、みんなね、僕もパッと出てこなかったんで、まあホームセンターとか行ったりとかしたら、こういう防災系、防災収集術、あのなんかこういうねマニュアルみたいな感じのやつがあるので、どういうのをだいたい集めればいいのかっていうのを書いてあるんですよね。はい、でまあヘルメットとかもね、ちょっといるんじゃないかなと思ったんですけど、売ってなかったかな、売ってないことはないか多分。でもなんかこんな感じの折りたたみのやつか、探せれなかったですね。折りたためるあのヘルメットとかもあるみたいなんで、はい、っていうのも売ってますんでね、ちょっと見に行ってみてはいかがでしょうか。それでは今日はこんな感じで終わりたいと思います。それではこの動画がねいいなと思ったら、グッドボタン、そしてチャンネル登録の方ね、ぜひねよろしくお願いします。それではファインブックチャンネルでした。バイバイ。肉巻きおにぎりはちょっとお腹いっぱいなんで明日にする。